安定だ安定だ、安定だれば何もこの山の中に持ってくる必要なのか。そう山町ほど綺麗な町の中に山を愛して今日調査に入れば大きいだら作っていいついくらか、そういう気分が正面にあると思われたのは不満ですよね。だから絶対に入ってもらわないと、もうせがれとかマンゴーはここにもしできたとすれば住まないって言うんですよ。もうあの私たち参りましたのは、塩谷町さんからいただいている質問状の中にですね、候補地、詳細調査の候補地の、面積が足りないのではないかというようなご指摘をいただいておりまして、その、ご指摘にですね、丁寧にお答えをしようということで、そのためには現地でですね、面積を、再確認するのがですね、一番最善だろうということで今回参った次第でございます。どんな小さな調査であれ、私たちは詳細調査とつながりということでありますので、今後絶対反対、断固反対、阻止をしてまいりたいと思います。庄屋町民、この自然と命の水、また未来の子どもたちを守るためにも絶対守っていきたい、そのように思ってますので、何回来ても私たち反対同盟としては阻止、断固阻止、そういう構えでいきたいと思いますので、今日はどうぞ帰っていただきたい、そのように思います。安心神話というかですね、そういうのに陥ってはいけないというのは我々も肝に銘じておりまして、そのために何重ものというのはですね、何重ものの措置を行うんですけれども、それで万が一、万が一だと思うんですけれども、何かが起こった時も対応ができるようにななんですよ、コールステーフというかですね、起きてからはこれ、はい、起きてからはもう、はい、99.9% 安心だったんだったら都会の真ん中でも構わないわけでしょ。おっしゃる通り、都会の真ん中でも大丈夫と思うんですけれども、ただその安心という観点からいきますと、やはりその自分のすぐ近くにですね、そういう処理施設があると、やはりご不安という形のが出ると思います。あったら庄屋町だったらいいのか、白紙撤回しかないですよ、どう考えたって、だって我々それが心配だからってこうやって反対してるんですよ。こういったようなですね、行動を されないといけないような状態に、そういった不安な状態に私どもの、説明不足ですね、させてしまっていることを本当に申し訳なく思っています。こういう行動はぜひもう何回来てもやりますんで、これはダメです。もう絶対やりますから。絶対反対だ。あの外はダメですよ。どうせ来るなら、ね、あなたたちの考え方が全くね、変更したと。時に来てください。もう我々は断念しますと。そしたら我々も落ちますわ。それは。撤回の答えだけ持ってくれ。答えだけ持ってくればいいですよ。白紙撤回の答えしかいらない。あとは何にも国民に持てません。帰れ帰れ。本当に今日のところはですね、これだけの皆さんが、こういった状況ですので、有識者会議のバカな意見も聞きました。今日のところはちょっと一旦引き取らせていただきたいと思いますが、ちょっと今後のことはですね、今日のこの状況を本省に報告をして、どのようにするか、至急検討したいと思います。何時でも我々のこれ一番西の町民の総意ですから、最後まで戦い抜きますから、いずれにいたしましても、今日、ここに参った趣旨はですね、皆様方の、ご懸念に何とか丁寧に応えたいという思いで参っておりますので、そのことだけですね。丁寧な回答はもうやめますよ、はい、はい、どうよ、いらないの、もう殺してもいいぞ、今日の状況を本省に、報告をしてからですね、具体的にどうするかというのは検討することになろうかと思います。はい、マスコミに一生懸命来てるっていうパフォーマンスを見せに来ただけで、どうせバカな町民は分かんないだろうからぐらいのつもりで来てんだ。まるっきり町民をバカにした行動だ、今日の行動は。そうにしか思えない。お断りをしているにもかかわらず、
来られたということは丁寧に説明をするんだ、説明をするんだということですが、なんとなく本当にそうに思ってんのかなっていう感じをね受けてしまいますね。だから信頼とかっていう言葉は、不要になってしまうのかなっていうふうにつくづく今日は見てて感じましたね。町としては、断固反対の姿勢で臨んでいくと、町としてはっていうか住民がそうだっていうことであるならば、これはね、やはりどこを向いて話をするのかっていうことになりますから、やはり住民のね、サイドに立って考えていかなくてはならないというふうに思いますね。